会談会場の仙洞佐棟を望む場所から現在の様子を伝えてもらいます。ワシントン支局長の山下記者です。山下さん。はい、会談はですね、今側近たちが入った会合が続いています。トランプ大統領1対1の会談の冒頭ではほとんど笑顔を見せませんでした。まあ、これは敵対国であることから、まあ、アメリカ国内での反発にも配慮しました。そしてその後はですね、上機嫌で素晴らしい関係が築けると、まあ、関係を強調しまして、このキム委員長とのパイプ作りをですね、成果の一つにしてアピールしようというところが透けて見えました。トランプ大統領、会談前からですね、最低ラインはキム委員長との関係作りだと言ってました。焦点の非核化などでですね、溝が埋まらないために期待値を下げたというふうに見られています。1対1の会談の後はトランプ大統領は非常に良かったと言いました。キム委員長はですね、記者団から非核化について聞かれて無言だったということです。まあ、現在ですね、会談後に発表する共同文書を詰めているとみられますが、この非核化についてはどれだけ具体的にロードマップを描けるかが焦点となります。一方、大西保障や朝鮮戦争の終戦ではですね、明確な合意をする可能性があります。あるアメリカの元政府高官は、会談が始まったことを受けですね、キム委員長の使命は達成された、アメリカと同格だと主張できる、トランプ大統領は大きな合意をしても検証が必要で合意が壊れる可能性もあり大きなリスクだと、まずキム委員長に軍配を上げました。トランプ大統領、当初は丸1日議論をしたいとして、実は明日の昼にですね、帰国予定にしていました。しかし実質会談は5時間程度になる見通しで、帰国も今日の夜に早めました。会談が短いと深く議論を詰めるのは難しくなることから、この辺のセッティングもですね、キム委員長が一枚上手ではないかというような指摘も出ています。